島県福島市、うん、名前がちょっとわかんないですけど、穴原温泉泉屋からおはようございます。いろいろありましてここに泊まりました。車中泊とタケル君でどこまで旅ができるかっていうのをやっております。2月の13日の深夜にですね、割とでっかい地震がマグニチュード 6.1 ですかね、結構ね家屋の倒壊もあったみたい で、その地震の影響で共同温泉が全く入れなかったんですよ。もう2日ぐらい全て休むということになってまして、で僕がですねその間2日間風呂入ってなくて、どうしても風呂に入りたくてこの施設に電話をしたら、ここのシャワー、この部屋に備え付けのシャワーだけは使えるということでここに泊まったんですよ。ただ実際来てみたら男湯だけはなんとか復旧していたのでお風呂に入れたと、そういうことです。今朝8時です。チェックアウト10時なんで、もう一風呂浴びてこようと思います。チャンスです。誰もいません。こんな感じです。めちゃめちゃいいですよ。でこっちがすごいんですよ。ほらどうですか。で向こう側に川が流れてて、川が見えるんですよ。おー、これ独り占め。よし、入ろう。これ、チンコとか映ってないっすよね。よいしょ。こんな感じです。こんな感じ。やべ、チンコ映ってたら、こっそり教えてください。おーいしょー。おいしょー。これ、すごくないっすか。素晴らしいな。いい風呂でございました。ここいいなぁ。気に入ったらまた泊まり来たいですね。こちらです、泉屋さん。立派なホテルだ。おお、雨降ってんすね。今日の天気は雨なんでしょうか。あ、 100% 雨なんですね。なるほど。しばらくおとなしくしてた方がいいですね。あー、そして火水木雪が降る。よっしゃよっしゃ。これ絶対雪が降るまでいなきゃですね、ここら辺。よし、行きましょう。そして本日の朝飯を作ります。これ、ヨークベニマルで買ったリコッタチーズのパンケーキ。これね、いい感じでトーストできるんですよ。トーストって言うとまたちょっと語弊があるかもしれないですけど、なんか開けたら、ほのかにきりたんぽ鍋のいい匂いがしてる。よし。で、これぶち込むでしょ?ぶち込んで炊飯にしときます。3分もやれば大丈夫でしょ。今から道の駅国見に行くんですよ。それまでには全然大丈夫でしょ。ちょっとやりすぎかな。信号で止まったら、そこでちょっといじくればいいっすよね。で、運転中につまみながら。完璧だ!いいワークフローができました。そんでですよ。まあ、ちょっと走りながら行きますか。そうそう、本日のバッテリー朝 80% スタートです。昨日の夜、めっちゃ充電しましたからね。で、道の駅国見なんですけど、今日ちょっと調べてみたらですね、朝ニュース。なんかポコッと出てきたのが、国見もね、天井が落ちちゃって、商品が散乱しちゃって、昨日の地震でね、復旧の目処が立ってないって書いてあったんですよ。あら、大変っすね。昨日の夜行った時は、そんな感じはなかったんですけどね。でも実際営業してないのかな?もっとよく見てりゃよかったですね。とりあえず行くだけ行って、で、どうするか考えましょうか。で、昨日の宿、泉屋さん。あそこね、良かった。すごい良かったっすよ。あれ、あの値段で本当にいいのかなっていうぐらいの広さっすよね。で、ここら辺にも200円で入れる共同浴場があるんですって。ものすごい熱い、45度ぐらいのお湯で、もう素人お断りみたいな。いや、そこ行ってみたいですね。今日やってるかどうかわかんないんですけど、またしばらく2、3日後、今日まで共同温泉営業停止してるっていうところが多いんですよ。温泉の影響で。で、明日からやってるかな。で、今日月曜日なんで、月曜日は共同浴場。共同浴場はお休みのところが多いと。そういうことでございます。で、今、リコッタチーズパンケーキ入れたから3分経ったんで、ひっくり返しました。いいですね。いい感じにカリカリになってますよ。よし、チャンスと思ったら、ダメだ。信号が青になってしまった。これカメラ正面向けたまま食べてもいいんですけど、でも見たいでしょ、どうなるか。
まあ、どうなるかと言っても色そんな変わんないんですけどね。表面がカリカリになるんですよ。タケルくんで。いや、このタケルくんはなんか走ってる間にお湯沸かしたり軽い調理をしたりってできるっていうのが、めっちゃいい。めっちゃいいです。ただ弱点もあるといえばありまして、火加減がなかなか難しいんですよね。強火にするか、保温にするか。で、保温も結局、常温から保温にすると、全然温度が上がっていかないんですよ。二日目ぐらいで実験してますんで、よかったらちょっとそっちも見ていただいて。でもそれでも火加減そんなに要求するような料理って、まあ僕低温調理をやりたかったんですけどね。普通に飯作るなら全然余裕です。お、犬、います。右側。すごいなんか暴れてる。おーよしよし、赤信号。赤信号だ。これ、リコッタチーズ。クロシャーこれですよ。あちあちこれ、入ってる？音入ってる？カリカリになるんです。やばい、熱すぎて持てない。どうしよう、ここ置いとこう。あ、やばい、ここ置いとこう。で、もう一枚。もう一枚。これでセットして。どうだ？そして、カレーに信号が青になった。どうだ？この、正面に見えるのが、東北道なんですよ。伊達氷、ここから、相馬市？あそこは通行止めみたいです。地震の影響で。まだ、あれなんですかね。どうなんだろう。あれ、地震の影響なのか？工事中なのか？どうなんでしょうか？はい、着きましたよ。昨日も、来てます。夜中に充電しに。充電しにじゃない。飯作り入りだ。きりたんぽ鍋を作ってめっちゃうまかった。いやーもう、今日も行きますよ。ヨークベニマル。ヨークベニマルの半額になったきりたんぽ鍋。あれはやばいですよ。500円で3食分楽しめますからね。しかもきりたんぽがあるから、お？どこに止めようかな。どこに止めようかな。あー、しまった。しまった。行き過ぎた。こっちだ。ここにしよう。ここでええんちゃいますの。よし。これだ。やってるのかな？ちょっと待ってください。見ていきましょうか。何時からなんだろう。でももう10時っすよ。ぼちぼちやってるでしょ。と、その前に、一枚一枚やるのめんどくさかったんで、二枚まとめてぶっ込んだんですよ。おーし。お。お、カリカリっすね。でも、この、鍋の麺に接してないところは、ふにゃふにゃです。いただきやす。ああ、うまい。これでも全然いい。よし、これでパンケーキが、やっつけられた。やっぱり、当面の間臨時休業、みたいです。雨がひどくなってきました。じゃあ、朝飯を本格的に作りましょうか。さっきパンケーキ食っただろっていうご指摘はごもっともです。ただ、パスタをね、ちょっとマスターしたいんですよ。で、水はフルに入れずに、半分ぐらいでやります。出来上がりの汁が、少なくなるように。と言いますのも、これあんまりフルフルで茹でちゃうと、茹でるのも早いし楽なんですけど、茹で汁を捨てなきゃいけないじゃないですか。で、茹で汁の処理って、こう、車中泊系 YouTuber 皆さんどうしてるのか、すごい気になるんですけど、持って帰るんですよね、もちろん。トイレに流したりしないですよね。で、僕はまだまだ旅が続くんで、持ってくと、車内がパスタの茹で汁だらけになってしまうわけですよ。なんで出来上がりで、ちょうどいいぐらいの感じにしたいと思います。とりあえず半分ぐらいでスタートします。でも失敗する、あ、いっか。失敗したら水をもう一回足してやればいいですね。よし、じゃあこれで、とりあえず茹で上がるまで待ちますか？いや、それもめんどくさいから、ぶっこんでみましょうよ。水から、どうなるか。そしたら走りながらも料理できるってことですからね、うまくいけば。じゃあこれを一本折って入れます。しまった。蓋が閉まんない。もうしょうがない。これでほっとくしかないですね。よしよし。じゃあ僕、この間仕事してまーす。何分ぐらいでどうなるかちょっと測ってみましょうか。どんぐらいで炊くんだろう。14分経って、蓋、閉めれそうになってきたんで、これで蓋を閉めます。ただ、嫌な予感がしてますよ、これ。ちょっとね、くっついちゃってるもん。
これはな、この作戦はちょっと失敗だったかも。これ皆さん水パスタって知ってます？水にパスタをつけておいて、ふやふやにしておいて、茹で時間も短縮するとともに、生パスタの食感を楽しむってあれですよ。あの作戦がいいかもしれないですね。ここに水を入れといて、で、パスタを折って入れて、加熱せずにしばらく置いておくと。飯食った後にやっとけば余裕でしょう。よし、じゃあ次はそれにしようかな。で、さっき水パスタ作戦だって言ったじゃないですか。あれもね、多分ね、走りながらは無理ですね。だって蓋が閉まんないんだもん。となると、水パスタ用の容器を買うか、なんかキッチン袋みたいな、あれでうまいことやるかですけど、でもあれキッチン袋でやっても簡単に穴開いて水漏れしそうですからね。となるとなかなかパスタは難しいのかな。おとなしくうどん、冷凍うどんの方がいいんすかね。パスタは保存が効くんで、常温で、で、かさばらないし、気使わなくてもいいんですけどね。パスタがうまいこと言ったらいいな。どうしようかな。水パスタ作戦のプラ容器でも買います？密閉できるような。走りながら、走行しながらでもその中でパスタを水で戻すことができるみたいな。あ、それがいいかな。それがいいかな。まあ水で、ね、パスタ戻すだけなんで、そんなに汚れないでしょ。ティッシュでちゃちゃっと拭けば、楽じゃないですか。おし。じゃ、また行きます今日、セリア。平竹、投入しました。ちなみにパスタはまだまだ。まだまだですよ。ほら、まだまだです。どうなるんだろう。よし。で、パスタは失敗しても腰がなくなるだけですからね。食えなくなるってことはないでしょ。よし。私はその間、トマト丸かじりです。うまい。おー、うまいな。水から炊飯開始してだいたい50分ぐらい経ちました。もうさすがにいいでしょう。あ、しまった。水が減るどころか、キノコから水が出て増えてしまった。これはね、これはもう、パスタどうしよう。ちょっと食ってみましょうか。どうかな？どうかな？うわ、なんだこれ。まだダメだ。生煮えだ。あかんちゃ。割と時間かかりますね。ご飯だったら30分で余裕で炊けるんですよ。だパスタよりもご飯の方が炊くの早いんですね。なるほど。でもご飯の場合はおかずを別に用意しなきゃいけなくて、おかずも別に作るってなるとまた時間かかりますからね。まあでもどうなんだろう。まだ使い始めなんでね。どういう運用になるのかテスト中でございます。だいたい1時間経ちました。どうでしょう。もうさすがに大丈夫でしょう。なんかすごい、ああ、すごいな。これはいいでしょう。なんかパスタ茹でてるとは思えないな。あ、皆様朗報です。ブーシーがすごい少なくなってるような気がする。肝心の麺はどうでしょう。なんかもう給食で出てくる麺みたいな。うん、茹ですぎです。これは茹ですぎだ。どうしよう、何味で食べよう。キノコのすごいいい出汁が出てるな。わあ、この平竹だ。めっちゃうまいな。なんかもうこれだけでもうまい。調理セットの中に東丸のうどんスープか、このお鍋にポンか、あったんですよ。どっちがいいと思います？これも100円。これも100均で。これ多分ね、5個ぐらい入ってるんですよ。どっちがいいかな？どっちが合うかな？これ食ったことないんで、これにしましょうか。多すぎるかな？いいかな？あ、なるほど。これが6個入ってるんだ。じゃ、これならいいかも。これちょっとぶっ込みます。なんかもううどんみたいな、あ、やばい。あ、やばいぞ。見えますか？ブーシーがあんまりない。あ、これは、溶けるのか？日本の技術力を信じたい。あ、これ最初に入れとけばよかったかな。一応溶けてる。なんか絵面がすごい悪いですけど。まあまあ勘弁してくださいよ。なんとか溶けました。味はですね、一個じゃやや薄いかなって感じです。でも、すごいいい味が出てる。
なんつったらいいんですか、もうプロの味ですよ。でもなんかこれ見た感じがあんまり良くないですね。これ周りに、あ、うまい、1個で十分でした。さっきの混ざりきってなかったんですね。あ、全然あれだ、あ、全然あれだ、これ和風あんかけパスタって言われりゃもうセブンで680円は取れるな。新潟の天然ひらたけですって。天然じゃないか、養殖か。うん、うまい。これね、見栄え悪いのはこの周りに何かついてるからですよ。ほら、周りを拭いた、拭ききれなかった。もういい。もうね、見た目よりも飯ですよ。食べて残った汁がこれだけです。もうこれならいいでしょ。ティッシュで拭いてなんとかなるレベルでしょ。でもただ、パスタはね、まだこう、いろいろ考えなきゃダメですね。正直、これ、美味しくなかった。いや、もう正直に言いますよ。これはね、美味しくなかった。困ったなぁ。だから麺がもうそもそもなんかもう、ダメなんですよ。ダメなんですよ。パスタね、どうしようかなぁ。まあいいや、とりあえず、やべ、朝飯食ってるうちに昼飯の時間になっちゃった。あらぁ。いや、遊んでたわけじゃないですよ。ちゃんと仕事してましたからね、大丈夫ですよ。もう車の中が、キノコの超いい匂いですね。さあ、どうしましょうか。で、パスタ、やっぱりおすすめしないですね。パスタの汁、でんぷんが出てきて、壁にへばりついて、めちゃめちゃ取りにくいんですよ。掃除がめちゃくちゃ大変。水たっぷりで茹でれば、まあ茹でられるし、大丈夫なんですけど、その、茹でた、残り汁をどうするか問題ですよ。それね、僕はこの道の駅の、トイレとか、この水場に流す勇気はないんで、水はなるべく少なくやりたいんですよね。そう考えると、パスタはなかなか難しい。そして、イオンに行きます。なぜかというと、雨が降っていましてですね、僕傘持ってきてないんですよ。で、傘を持っていたとしても、ちょっと傘めんどくさいじゃないですか。だから駐車場に屋根があるイオンなら大丈夫でしょ。多分でかいから。でかそう。で、あとちょっとですね、気分転換に散歩でもしないと、ずっと車の中はさすがに気がめいっちゃいますね。なんで、イオンに移動します。参ります。あれ、こっから30分ぐらいでございます。参ります。あ、充電しとこっかな、一応。まだバッテリー 72% あって、普段ならこんなところから絶対充電しないんですけどね。まあせっかくなんで、ちょっくらやってきましょう。よいしょー、よいしょー。なぜかというと、ここ屋根があるからですね。よし、よし。よし、行きましょうか。充電の、どれぐらい充電できたかっていうのは、画面の右側に多分今出てると思います。編集で忘れてなければ。アプリでね、やってるんですけど、たまにね、忘れたりするんですよ。充電の記録取るのが。今、看板出てますね。イオン、郡山。違う。イオン、福島。まで14キロ。だいたい25分ぐらい。です。車乗ってれば天気なんか関係ねえやって思ってましたけど、割合、雨だとテンション下がりますね。なんか行動が制限されるっていうか、いちいち移動がちょっとめんどくさいみたいな。車を降りて、傘さして、みたいな。ねえ、ちょっと、困ったな。ちょっとね、今ね、家に帰りたい度が、だいたい、パーセンテージでいくと、120% ぐらいです。でも明日から雪になるんで、雪になったらまたテンションがマックスに戻るんじゃないですか。あ、わかった。家に帰りたくなってるとか高くなってんの。さっきのパスタがまずかったからだ。これはもうテンション上げるためにうまいもん食うしかないですね。今回の旅で一番うまかったのって、きりたんぽ鍋ですよ。まあ、福島と全然関係ないですけど、まあ秋田推しなんでね、僕。で、きりたんぽ鍋でしょ。で、2番目が、底辺丼。底辺ローストポーク弁当。まあ、手軽なのは底辺ローストポーク弁当じゃないですか。
あ、ローストポークとローストビーフが両方あったんですよ、あれ。合い盛りで。あれで500円なんで、今まだ時間が12時半ですから、半額は望めない。半額じゃなかったとしても、あれで500円なんですよ。500円で、2食分取れますから、250円プラス、お米が60円で、310円。すき家に行くより安い。すき家、松屋か。あ、違うわ。中尾だ。中尾のローストポーク、ローストビーフ丼って結構するんですよね。あれ確か600円ぐらいしたんじゃなかった、でしたっけね。よし、そうしよう。ヨークベニマルに寄ろう。ヨークベニマルと、あ、でもイオンも行きますからね。イオンにしましょうか。あ、イオンに行くなら海鮮丼もありだな。寿司酢があるんで、酢飯を作って、豪華オリジナル海鮮丼。あー、ありですね、ありですね。なんか食うことばっかり考えてるみたいな感じですけど、違いますよ。食うことだけ考えてるわけですからね。100% 食うことしか考えてないですから。なんか地図で、ここら辺にヨークベニマルがあるって書いてあるんだけど、どこにあるのか全然わからない。あります？あ、なにこれ、天然温泉カッパ王国。閉まってるな。やってないっすね。ありゃあった。いや、もうこんな道なりにあるならもう買ってきましょう。買ってきましょう。なんだろう、半額祭りだ。なんでこの半額になってるの。すごいね。ありました、ありましたけど、なんかちょっと違うような気がするな。これ何？これにしよう。これとこれ同じものなんですけど、スライスにするだけで298円。 100g ね。こっちは198円。ほら、熱いでしょ。買っとく？とりあえず。あとはネギでしょ。あそこ見えます？天井が落ちちゃってるんですよ。震災の影響みたいですね。ほら、13日の地震により店内が大変危険な状態に。あそこ、いやー、割と大変ですね。ほら、あそこも穴開いちゃってる。 あそこもですね。エアコンがズボって落ちたのかな。よし、じゃあお米を炊きます。やっぱりね、たけるくんは米ですよ。米、それが本来の使い方ですからね。これもうたけるくんで炊けるマックスの量を小分けにしてます。もう家で小分けにして持ってきてます。あと4袋で、これたけるくん付属のカップ、米はこれ3杯で、水はこれに 3.5 杯から4杯です。水が3杯だと米がね硬すぎます。じゃあこれで炊飯して目的地に着くと同時に炊き上がりみたいな感じじゃないですか。よし、完璧。これでシートベルトもしておけば大丈夫。こんな感じです。完璧でしょう。水平も取れるし、走りながらも料理もできるし、ニトリです。ビーズクッションです。ヨークベニマルってあんま見ないっすね。僕東京なんですけど、ただ地方に行くと割合見ますよね。どこでよく見たっけな、全然忘れちゃいました。ヨークベニマルはセブンイレブン系列みたいです。あの、ハトさんっていうか鳥のマークがついてますからね。で、セブンの商品がよく売ってます。 できれば地方限定のスーパーに行きたいんですけどね。茨城だと霞、鳥取とか、あの関西の方だとラムーっていうのがすげー安い。すげー安いですよね。いや、ラムー安すぎ、ワロタって2ちゃんのスレのまとめ、2ちゃんまとめサイトに載ってましたからね。確かに、確かにラムーはすごい。めっちゃ安い。不安になるレベルで安いですからね。今回、あそこで買ったのは、なんか、最初に買おうと思ってたもの以外もいろいろ買っちゃったんですけど、なんかね、豚の塊肉が半額セールだったんですよ。めっちゃ安いなと思って、豚バラ肉の脂の少ないところを買ってきました。で、あと、鶏肉。
伊達鶏っていうのがここら辺のブランド鶏なんですって。で、地元のなんとかさんっていう人が平飼いで作ってるっていうから思わず1個買っちゃいました。で、あとローストポークでしょ。あとお得用の真空パックに入ってもう出来上がりのローストポーク塊、めちゃくちゃ安かった。ヒレ肉であれだけの量で398円っておかしいなと思って見てみたら、あれ賞味期限が近いんですね。あと10日ぐらいで賞味期限切れちゃうんで売り切ろうっていう腹なんじゃないですか。ちょっと食ってみてうまかったらあれ買い占めましょうよ。僕的には賞味期限は、僕はもう1ヶ月ぐらい経過しても大丈夫だ、大丈夫かな、あれローストポークですからね。どうなんだろう、食ってみないとあれですけど、まあ、僕車の中に冷蔵庫あるんでね余裕ですよ。でもあのローストヒレ肉のローストポーク真空パックのやつ、あれがうますぎて買いすぎちゃったらもうこれからずっとあればっかり食う羽目になりますからね。いっぱい買って飽きちゃうっていうのもね困っちゃいますしね。知ってる人は知ってると思うんですけど、アストロプロダクツ輸入工具がめちゃくちゃ安いんですよ。で、アストロプロダクツ自体はまあ知ってるんですけど、なんかパソコン工房と一緒になってるってどういうことでしょう。というわけでちょっと見に行きたいと思います。私またいらんもん買っちゃうかな。しまった、炊飯中だ。どうします、これ、これシステムオンのまま、わかりますか、これこの鍵で物理的にロックかけられるんですよ。でも窓ガラス割られたら車始動できちゃいますから、あんまりやんない方がいいですけどね。よし、これでこの手で行こう、うん、アストロと PC ショップは別なんですね。アストロキャンプ用品が割といいんですよ。こんなんとか安っ、安っ、焚き火台もこれ安いな。超しっかりしてるんですよね。なんとか物欲を抑えて帰ってまいりました。そして見えます？いい感じに炊けてる。ああ、いい匂いしてる。もう少しですね。時間は30分ぐらい経ってます。よしよし。お、見えてまいりました。イオンちゃん。雨が割と降ってんすよね。よしよし。こう想像通り、屋根付きの駐車場ががっつりあります。どっちから入るんだ、あれ閉鎖されてる、なんで平置きしかできないの。いやー、待って待って、せっかくここまで来たのに、せっかくここまで来たのに、あー、あるじゃん、あるじゃん、ここいいじゃん。あー、先を越された、先を越された。どっか空いてるとこないですか。ああ、先を越されたよ、チキショウ。どうしようかな。あっちの奥の方空いてます？見てみましょうか。よしよし、よし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 。いいよいいよいい。空いてないんだな、空いてないんだな。屋根付きのところは空いてないんだな。僕がなぜこんなに焦ってるかというと、もうご飯がめっちゃいい匂いしてるからですよ。よし。じゃあちょっとこっちの方行ってみましょう。言えてない、言えてない。止まれと書いてあれば止まる、この律儀さ。どう？あー、ダメか。そうか、ここら辺は土地があるから、平置きで十分なんですね。なる、あぶね。なるほど、なるほど。どうしましょうか。まあ、とりあえず、まあ、とりあえずですよ。まあ、ここら辺で飯でも食いますか？しょうがないね。しょうがないね。できれば、店舗入り口の近くに止めたい。よし、今見たら保温に切り替わってますね。これで15分ぐらい、ちょっと蒸らしです。スライサーでネギ切ってきました。ただ、めちゃめちゃ目が痛い。
めちゃめちゃ目が痛い。さあ、そんでご飯もういいでしょう。さすがに。あら、来た。完璧だ。完璧だ。ちょっと食ってみますよ。ああ、うん、完璧ですね。水は、ああ、3.5 杯が正解です。あ、こりゃいいぞ、こりゃいいぞ。よし。よし。できました。ローストポーク丼310円です。絶対うまいでしょ。もうね、朝飯とはえらい違い。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいですよ、これ。これ厚切りでも十分に噛み切れる。厚切りがおすすめです。結論出ました。運転席側だと調理しにくい。そうじゃなくて、いや、たけるくんはやっぱ炊飯ですね。炊飯がいい。炊飯か、きりたんぽ鍋。パスタはね、ちょっとね、ちょっと厳しいですね。よし、いいもん食った、いいもん食った、ちょっと元気になってきました。寝よう。しょうがない、仕事しましょう。これ、雨の時の過ごし方もちょっと、検討しないとな。普通に旅するだけなら、走ってれば、いいですからね。問題ないですけど。でも一つのところ、ある程度、夕方6時ぐらいまで留まって仕事しなきゃいけないってなると、雨だとなぁ、ちょっと、テンション下がりますね。まあ、しょうがない。やりましょう。よし、仕事あり。で、皆様、秘宝です。見てください。とんでもない風で、強風警報はいいんですよ。でもね、洪水警報が出てるんですよね、ほら。これやばくないですか？さっきまでとんでもない雨だったんですよ。で、福島県福島市のあたりが影響を受けるんですね。まさにここなんですよ。で、一応、ハザードマップを見てみたら、このイオンは大丈夫なんです。ただ、このイオンにいても夜トイレ行けないですし、しょうがない。昨日の夜、おとといの夜泊まった道の駅足立まで行きます。で、足立もハザードマップ、調べました。今あれなんですね。全国のハザードマップを統括して見れるようなサイトがあるんですね。それ編集の時にこの画面の右側あたりに出しておきます。出しておくと思います。忘れていなければ。ですのでちょっと移動しましょうか。で、イオンで買い物、飯を買ってきました。やっぱりタケル君はご飯が一番いいということに気がつきましたんで、ご飯の上に乗っけられるようなやつを、冷凍食品で割といろいろあるんですね、今ね。言えてないな。ずっと喋ってなかったんで、なんか喉がおかしい。そんな感じです。では、では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 、参ります。よし、着きました。道の駅足立です。昨日は下り、進行方向右側の、道路挟んで右側のところにいて、で今日はちょっとこっち側の方をどんな感じかなと思って来てます。これどうなんだろうな。急速充電器あるんですかね、こっち側にも。ありゃ助かる。まあなくてもいいですけど、バッテリーは割とまだ 65% 残ってるんで。あーすごい、こっちにもあるわ。多分出力は低いんですけど、 30kW ぐらいじゃないですか。 20kW かな。もっとなんか高出力の、あ、こっちの方が道の駅充実してる？気のせいかな？気のせいか。よし、ちょっとこれ進行方向上にあるんですよ、急速充電器。あれか？でかいな。おー、このまま？このまま、あ、全然違った。全然違ったわ。あれでもここら辺にあるはずですよ。見えてるはずなんですよ。見えてるはずなんですけど、認識ができてないだけの話。どこにある？あったー！そこにあったー！行き過ぎてたー！よし、ここにしよう。お、すごい、すごい、大胆だな。あれ？これ早いやつ？ちょっと待ってください。出力、調べます。調べました。30kW です。これね、iOS 版の Android、あ、違う。iOS 版の Android ってすごいですね。めちゃくちゃですね。iOS 版の Google マップ。で、最近はですね、道の駅を調べると、ほら、ここに EV 充電スタンドっていうのが出てくるようになったんですよ。で、しかもこれピコって押すと、わかります？出力が出るんですよ。これやりますね。
やりますね。これは素晴らしい。ほら、検索したのは道の駅なんですよ。道の駅で調べて、でも下の方に、ほら、EV 充電スタンド。これね、いいですよ、いいですよ。Google やるね、さすがだね。まあ、64% あるんで、充電しなくてもいいですけど、まあちょっと、どっちにしろもう、寝る準備ぼちぼち入りますからね。充電しちゃいましょうか。ちょっとこっちの道の駅どうなってるか、見てみましょうか。これなんか工事中なのは、なんでだろう。地震の影響？あら、やだ。ここ、24時間行けるの？仕事し放題じゃん。いいな、これ。あっちはコンビニ。コンビニはまあいいでしょ。ファミリーマート。どこでもありますからね。で、こっちは、なんだろう、作業中。やっぱり、事故の影響なんですかね。事故じゃねえか。いや、違うな。ただ床掃除してるだけだな。うん、いいとこっすね。綺麗だし。うわぁ、なんかこういう木の椅子で仕事したい。これはいいぞ。何時まで開いてんだ？ちょっと暗くてわかんないかもしれないですけど、屋根があって、その下に木のベンチがありますね。いいなぁ。ほら、いっぱいある。あ、これはいい。やっぱりね、この方がいいっすね。雨の時はこっちに移動するのが間違いないでしょ。さっきはあっちで、で、こっちもなんかあるんですよ。あ、野菜を売ってるんですね。でもただもう終わってるみたい。へぇ、いいな。こっちにもなんか色々あるし、今はもう全部終わってますけどね。地震があったんで、もしかしたら、開けてないのかも。いや、やっぱり道の駅ですね。その方がいいですね。86% まで行きました。で、もう一回やります。効率超悪いんですけど、分かってるんですけど、地震で何があるか分かんないんで、とりあえず満充電近くまでやっちゃいます。もちろんですね、今この状態で後ろに充電の人が来たら譲ります。ではでは。よし、充電終わりました。94%。これね、86% から始めて、見てください。86% から始めて、30分充電しても 94% にしかなりませんでした。効率はめちゃくちゃ悪いですよ。めちゃくちゃ悪い。これは1分あたり何キロワット充電できたかっていう指標なんですけど、これはね、ゼスプ3じゃ絶対やっちゃいけない充電の方法ですね。1リッター500円ぐらいでガソリン買ったみたいな、そんな感じなんですよ。まあ、僕はゼスプ2があるのと、今回は非常事態なんで、これでやりました。後ろの人は来ませんでしたね。よし。じゃあ、車中泊の準備に入ります。トイレに近くて、暗いところ、いい場所取れた。よし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 。じゃあ、晩飯やっつけましょうか。これ、牛ヒレのローストポーク。これね、すごいですよ。これで何グラムある？どこに書いてある？どんぐらい？400g。400g で398円なんですよ。これはね、100g、100円でしょ？で、ヒレですよ。ヒレって言ったら、まあ、どこさんにもよりますけど、一般的にだいたい 100g、200円から250円ぐらい？かな？どうかな？安いのだったらもっと安いですかね。ヒレって、豚、だいたい、肩割れ、頭を落として、腕の先を落として、僕が昔枝肉を抜いてた動画があるんですけど、あれでだいたい75キロあるんですよ。75キロの中から、400グラムぐらいしか取れない。だから豚1頭で1キロ取れないんですよ。だから希少といえば希少です。で、豚のヒレって、ものすごい淡白なんで、食べ方はね、なかなか、まあ、ヒレカツにするのが一番美味しいんじゃないかな。ステーキにするとちょっとパサついちゃってなんとも、あれなんですけど、ただ、ローストポークにする分には、硬さも出ないし、うまいと思うんですよ。僕もこの牛ヒレのローストポークっていうのは初めて食います。でご飯、昼間に炊いたやつがあるんで、あれを保温でもう一回温め直してやるんですけど、これね、どうやって切ります？こんだけ汁気たっぷりだと、ちょっとね、車の中じゃ、切りたくない。というわけで、このまま丸ごと被りつくことにします。そうします。このまま保温してあるんですよ。半分残ってる。もう冷たい。
もう冷たいですね。このまま食っても好きなんですけど、おかずが今日は冷たいんで、やっぱり温め直します。これぶっ刺して、保温ボタン、あ、炊飯ボタンですね。オン。これね、いいですよ。安定するし、心配がない。万が一こぼれたとしても、シートに害は及ばないですからね。これを買い替えちゃえばいいですから。よし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 。ニトリのビーズクッションですよ、皆さん。これおすすめですよ。何分ぐらいかって言われると、これね、適当でいいと思いますよ。いい感じになると、こっからこう湯気が上がってくるんで、匂いでわかるんですよ。で、僕ちょっと今ですね、メールで、言っていいのかな？ある企業さんからですね、なんかレビューの依頼が、企業案件が来まして、それを受けることにしたんですよ。なんで、そのソフトをちょっとダウンロードして、あとその企業が怪しくないかどうか、今ちょっと調べたんですけど、怪しくないですね。中華系じゃないんで、自信を持ってお送りできると思います。ただ、そのソフトを使ってみて、使い勝手ですよね。これはちょっとな、あんまりかなっていうのだったら、ね、案件はやめようかなとは思うんですけど、でもただね、100万円くれるっていうならやりますよ。僕は、そんな感じです。ちょっと今から調べ物やります。ダメだ。そのソフトって結構重いんですよ。2ギガ、3ギガぐらいあるんですよ。僕ね、UQ モバイル。これも UQ モバイル。で、今撮ってるやつも UQ モバイルでやってるんですよ。で、1メガモードでどこまでできるかっていつも試してるんで、1メガでそれダウンロードするって言うと気が遠くなっちゃいますね。まあいいや。口コミだけ調べますか。よし、米も温まったと思うんで、これちょっとかぶりついて食ってみましょうか。400グラムで400円ですからね。これはいいぞ。あ、うまい。さすがヒレ。あ、これうまい。いや、これ全然ありっすね。でもネギと一緒に食いたいんですよ。でもこれと食ってどういこう。あ、これを一口食ってネギを放り込めばいいか。ただそうなると、動画撮るのはもう至難の業っすね。非常にうまいです。これをかじって、次ネギを口に入れて、最後に米を入れるという。これはやばい。ただ、こんなに食えないな。さすがに 400g、うまい。400g は食えないんで、半分残さなきゃいけない。で、これ、このままじゃ保存できないんで、切らなきゃいけないんですよ。となると、この中に入れるか。うん。皆様、朗報です。このキッチンバサミでめちゃめちゃ綺麗にサックサクサックサクいけました。これダイソーで買ったんですけど、こっちよりも、なんかこっちの方が格段に切れますね。なんでだろうな。この赤いポッチですよ、ダイソー。で、ポン酢ですよ。絶対ね、これね、ポン酢の方が合うと思うんだ。わしはそう思うんだ。で、これポン酢をこう回して、下の方にネギがあるんで、これで袋閉じて、ちょっと、こうやってやればいい。なんということでしょう。これは絶対うまいでしょ。これはやばい。ちょ、声でかいですか、俺。テンション上がっちゃってますね。いや、これは絶対うまいよ。絶対うまい。絶対にうまい。ちょっと食います。ちょっと食ってみますね。いただきます。うまい。米をくれ。ワイに米をくれ。こんな入らん。うまい。いやー、うまいわ。感動した。これ、ネギ、福島ですよ。福島の農家の皆さん、ありがとうございます。めちゃくちゃうまいっす。で、これはこのまま取っといて、明日の朝ごはんにすればいいんですよ。で、本当はですね、本当のこと言うと、ポン酢を入れて、肉にね、こうやってポン酢を入れて、置いちゃうと、肉が硬くなるんですよ。それなぜかというと、ポン酢、まあ、醤油が入ってますよね。醤油が、肉の中の水分をどんどん奪ってっちゃうんですよね。だから、肉がこう締まっちゃってって、で、硬くなるんですよ。本当はね、あんまり、こう、ポン酢を入れて一晩置くっていうのは、あんまりお勧めしないです。肉にポン酢を使うときは、食べるときにつけて食うっていうのが一番いい。これ作るんだったらもう、食べきっちゃった方がいいんですけど、まあ、しょうがないですよね。しょうがないです。
まあ、ちょっとやってみましょうか。いやー、うまい。テンション上がってきた。やっぱりね、うまいもん食うと、テンション上がりますね、これ。車中泊生活全然もう家に帰りたくない。さっきから30秒ぐらいゴン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 余震が来てるんですよ。わかります？あ、これがわかる。ほら。ゴン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 言ってんすよ。これちょっとなんか怖いな。長いな。くそ、雨止んでたのにめっちゃ降ってきましたね。時間は10時でございます。いい。でもまあ、いいでしょう。トイレも近いし、外に出てゆっくりしようと思えばゆっくりできるし、気が楽ですね。すごい気が楽。